地の鉄は、相場英雄による推理小説。2013年1月に、検討者より、単行本が出版され、2013年11月に、検討者文庫より、文庫版が出版された。警察内部の公安と刑事の対立を扱った、社会派サスペンス。諸葛時代には名優であった、公安部の清水達也と刑事部の戸沢実。都内の公園で、 元刑事の遺体が発見されたことを機に、二人は組織間の壮絶な派遣争いに翻弄される。事件の真相を隠蔽しようとする公安部と真相をつまびらかにしたい刑事部の熾烈な攻防を描く。小説は2013年第26回山本周五郎賞及び第16回大矢部春彦賞にノミネートされたが、いずれも受賞を一した。 ワウワウ連続ドラマ W 枠でテレビドラマ化され2014年1月より放送された。ドラマは2014年8月に DVD 化された。刑事部刑事の戸沢と公安部刑事の清水。諸葛時代、戸沢にとって清水は捜査の色派を叩き込まれた直属の先輩であり、名優であった。しかし二人はある日を境に他元を分かち、清水は 公安部へ移動となった。都立富山公園で元刑事の香川の遺体が発見された。捜査一課の戸沢は捜査を開始する。一方、被害者が元刑事だったことから事態を危惧した公安部も清水に真相究明に当たらせた。捜査で発見された香川の残したメモリーカードには明るみに出れば国家を揺るがすほどの重大事件になると推測される。 事件の報告書が入っていた。全文の解読を急ぎ捜査を進める戸沢たち、刑事部と報告書を消し去り事件を闇に葬ろうと暗躍する清水たち公安部。刑事部と公安部の熾烈な攻防の間で暴かれていく衝撃的な真実。2014年1月19日から2014年2月9日、わうわう、連続ドラマ W 枠で放送。主演は や原ら介、原田泰三、高島正信らが共演。2013年に、ウルバリン、侍にて、ハリウッドデビューしたタオが、日本国内ドラマ初出演。脚本は、震える氏と同じ篠の恵里子が担当。監督は、アンフェアシリーズの小林義則が務めた。ドラマは2014年8月に DVD 化された。ありがとうございます。